単身に会いたいなら、チャンスは1年に一度きりだぞ。銀遊野郎が教えてくれなかったら、今年の七星ゲーセン儀式は見逃すところだったな。今日かもしれないし、明日かもしれない。せっかくリーユエに来たんだから、ここの人たちに聞いてみよう。あ、そうだ、眼神モラクスだけど知ってるか？オイラたちが使ってるモラはその神の名前が由来なんだ。オイラたちみたいなよそ者がリーユエで眼神の名をそのまま呼んだら、すぐに無礼なよそ者扱いされるから気をつけろよ。だからここはリーユエの人たちと同じように眼王帝君って呼ぶようにしとけ。やあ、君も戦機に触れに来たのかい？あはっ、お嬢さん分かっとるね。この日に願い事をすると帝君と仙人たちの加護を得られるんだ。こっちはもうお願いが済んだから、ここは君に譲ろう。ありがとう。リーユエは初めてかい？実は私も初めて七星ゲーセン儀式を見に来たんだ。ほら、あれがリーユエ七星の天柱園行幸様だよ。リーユエを管理する者にゲーセン儀式を仕切る資格が与えられるんだ。そうだ、知ってるかい？リーユエの仙人たちの多くは獣の形をしていてね、眼王帝君自身もこのような公式の場では半分麒麟半分竜の姿を見せるらしい。ああ、願い事の邪魔をしたら悪いね。さあ、この場所は君に譲るよ。願い事もしたし、あとはここで儀式が始まるのを待つか。行幸様の準備はあとどれくらい必要なんだろうな。うわ、人がたくさんいるぞ。もう少し前に行こう。後ろにいたら何も見えないぞ。時は満ちた。殺害された。この場を封鎖しろ。
奴らはあそこだ。捕まえろ。逃がすか。お嬢ちゃん、動かないで。こっちだ、急げ。ついてきて。疲れたぞ。思いやりが足りないぞ。オイラの幻想の翼はめちゃくちゃ疲れて。あ、そうだ、お前何者だ。タルタリアだ。講師と呼んでくれていいよ。うわ、オイラたちを助けたからって見下してないか。そんなつもりはないさ。名前というものはただの記号だからね。例えば君たちはモンドで宿女に会ったね。宿女、講師、お前ファデュイの執行官か。ああ、そう怖い顔しないで。別に喧嘩を売りに来たわけじゃないから。どうやら宿女は君たちに悪い印象を与えたようだね。ふん、あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来たんだよ。そうだよ、助けに。俺は悪い奴じゃな、いや、まあ悪い奴か。とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃない。とりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない。サンキューな、騎士さん。君のモンドでの活躍は聞いたよ。だからさっきの儀式中、君のことを少し観察させてもらった。だからこそ君に怪しい動きはなかったと知っている。神を殺した犯人は別にいるだろう。けど嘆かわしいかな、ファデュイはスネージナヤの使者だ。こんな大きな事件に対して俺の証言は信じてもらえないだろうね。リーウェを統治する七星はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てくる。それはファデュイのせいだと思うけど。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。俺も警戒されるのには慣れている。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、君には北国銀行まで来てもらう必要がある。それにここに留まり続けるのも良くない。リーウェには壁に耳ありということわざがあるからね。北国銀行。そう、ここはスネージナヤがリーウェに開設した銀行だ。リーウェはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。まあ貧乏な国だったら上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。はい、これを君に。これは？さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない。簡単に言うとこれは目印となるものだよ。三眼五剣仙人が君に危害を加えないためのものさ。仙人だって？城を出て北に向かうと桐原の西に石林がある。絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。ああ、彼らはその伝説を信じてる。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても中に入ろうとは一切しない。でも俺は信じる必要なんてないんだ。なぜなら絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会ってどうするんだ？ねえおちびちゃん、人々が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、病を治すためであり、良縁を結ぶためだ。
そして君たちは真相のため。真相？七星が千眼軍を派遣したのは儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人があの千軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思うかい？眼神は別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ。こんな雑な対応七星らしくない。おそらくもしくは別の何かを隠すためかもしれない。詳細は俺にもわからない。今北国銀行が千眼軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない。それに千人には関係がないからね。リーウェは眼神と千人たちが共に作った地だ。もちろん武力で千人の元へ行くといい。七星の使者より早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ。今このリーウェで君を助けてくれる人物は他ならぬ絶運の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。何者だ？なぜ勝手に絶運の間に入った？近畿滅却の札、これは久しぶりに見たな。属性の人の手にまだ残っておったが、我は三眼五剣仙人、昨月蓄養神君だ。旅人よ、なぜこの地を訪れた？実は犯人がいたぞ！こんなところまで逃げていたとは。隊長、これ以上絶運の間には入れませんよ。仕方ないだろ。犯人を捕らえるのが最優先だ。想像し、彼らを送り返せ。だが殺生をしてはならぬ。さて本題に戻ろう。旅人よ、来訪の理由を述べよ。実は言語道断、実に嘆かわしい。リーウェ七世、失望したぞ。ゲイセン儀式の途中でテイ君が暗殺された上に、テイ君が暗殺された後、儀式を見に来ていた一般人に容疑をかぶせたと。旅人よ、汝が濡れ衣を着せられていることは理解した。我に一つ案がある。しかし我の独断では危うい。仙人たちに知らせる必要があるだろう。その近畿滅却の札を持って我の言葉を伝えに行くとよい。李水定山神君、龍雲釈風神君、この二人はここにおるが、会えるかどうかは江西次第だ。流れに身を任せるとよい。それともう一人、高魔大勢の御法夜叉がおる。かの者には防除旅館に行けば会えるだろう。ん？なんでこんなところに石のテーブルが？しかも食器と酒壺がたくさん。隣の椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる、ここに紀州が座る、それとここを帝君が借りた。帝君ってもしかして岩王帝君のことか？紀州はちょっとわからないな。龍雲、そうだ、あの昨月蓄養神君が言ってた仙人の中に龍雲釈風神君がいた。ってことはここはあの龍雲釈風神君が他
他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。もしそうなら仙人の好物を作ればあの竜音釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。でも仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。全然わからない。しょうがない、周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。そうだ、仙人って人参とお肉のハニーソテーって好きだと思うか。わらわの戦況を通過するとは大したものだ。わらわは龍雲釈風神君。君たち何しにここへ来た。当たり前だ、戦況だけでなくあの仕掛けもわらわが作ったものだ。わらわの仕掛けの術はたとえ奇襲や岩王帝君であろうとも称賛する。こんな大きな戦況に一人で住んでるのか。しかも大量の仕掛け付きで、まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに。伝説と同じで仙人たちって人間界を離れて隠居しながらすっごいものを研究してるんだな。わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で静寂を求めただけだ。だがその静寂も長くは続かなかった。君たちがその禁忌滅却の札を持ってここにやってきたからな。まあよい、君たち用事は何だ。手短に頼もう。わらわの休息を邪魔してほしくないのだ。帝君が暗殺されただと、なんてことだ。誰がそんな大罪を犯した。このような荒唐無稽な話到底信じられん。調べさせてもらうぞ。いや、いっそ先にリーウェコを鎮圧してやろうか。後で終戦で。ちょっと待った。リーウェコを鎮圧って何言ってんだよ。リーウェコを全部ぶっ壊す気か。二度と同じ過ちが起こらぬよう雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさかではない。そうだ、帝君の律令に従い、わらわたちはリーウェコを3700年以上守ってきた。だが今そこに悪が存在する以上、非常な手段も取らざるを得ない。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。本当にリーウェコを鎮圧する気だ。そうだ、美味しい料理をいっぱい作ったんだ。全部やろう。なあ、鎮圧とかじゃなくてリーウェコを守ってほしいんだ。せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか。契約か。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。リーウェコーの人間は時折契約をないがしろにし、白黒をあやふやにする連中だ。だが君たちが契約の名のもとでわらわに協力を求めるのなら、わらわも契約を無視することはできぬ。その上、君たちは禁忌滅却の札を持ってきた。帝君がその診察を作った時、戦力を注ぎ込み人間へと与えたが、今その診察に戦力はほとんど残っていない。ただの制約の証に過ぎない代物だ。さらに君たちの話の真偽を証明するものでもない。さっきの話に偽りがないか調べさせてもらう。昨月蓄養神君の将兵も
そのためだろう。もういい。速やかに去るがよい。これ以上